スライル、盾を持って行ってくれ。あ？どういうことだよ、勇者様。私たちアストレアファミリアは討伐隊だぞ。お前が決めたんじゃねえか。あの盾はあの化け物のためにアイテムメーカー様に死ぬ気で作らせたんだぜ。私が持っていっちゃ意味ねえだろ。ああ、君の言う通りだ。だがそれでも君が持っていってくれ。地上じゃなくダンジョンで出くわす。お前はそう言うんだな。ああ、理論だって説明できないのが心苦しいが、やはり納得できないかい？いいや、納得してやるよ。私はお前みたいな勘は持ってねえが、誰の言うことを聞いておけばいいかくらいわかる。一族の勇者がバカみてえな真剣な目で言ったんだ。じゃあそうなるんだろ。ありがとう、無茶な申し出を受け入れてくれて。そしてすまない、分かっていながら君たちを死地に追いやること。謝罪はいらねえ。どいつもこいつも死ぬ目に遭わねえと勝てねえってだけだ。そうだな、お前が死ぬほど申し訳なく思ってんなら、この戦いが終わって私が無事に生き残ったら嫁にもらえよ。それは死亡フラグというやつだ、神々の言うところの。だから今のはなかったことにした方がいい。おい、こら、ごまかそうとするんじゃねえ。死ぬほど釣れねえな。なんだよ、クソ。お前みたいなおっさんに、あたしみたいなピチピチな女が自分から迫ってやってるんだぜ。あははは。だから笑うな。自分で言うのもなんだが、私はこれでもパルームの中でもランクアップしてやった将来有望な女だ。嫁の候補くらいにはなってもいいだろうがよ。こそこそ逃げ回って汚ねえことばかりするのは否定しねえけどよ。まあ君は実際有能だし、ずるいなんて言われるのは僕も同じだ。そこは減点材料にはならない。それに君の正義には勇気もちゃんと含まれていることも知ってる。君の知恵は誇っていいものだ。いきなり褒めちぎるんじゃねえよバカ野郎。照れるじゃねえか。けどそこまで認めてくれてるってんなら、どうして微妙そうな顔してだよ。スラとか言うんじゃねえだろうな。不確かかつ失礼な物言いなのは重々承知なんだが、君と婚約を結ぶことだけは嫌な予感がする。神々の言葉を借りるとしたら、前世的な意味で。本当になんだよその言い方。それも勘だってのか。私たちの前世は恋人で、お前は尻に敷かれまくってたって。そりゃ笑えるぜ。いや、そういうんじゃなくて、射程とかパシリとか、うん、親分と手下というか。いや、すまない、血迷った、忘れてくれ。とにかくお嫁さん探しは慎重を期させてもらうよ。ち、逃げようとしやがって。が、もう時間だ。こんなアホな話してる場合じゃねえ。名残惜しいが、私も行くぜ。ナーフィン、お前は勇者のままでいろよ。ん？どうしたんだい？いきなり。一族でお前をひがむ奴は確かにいる。でもそれ以上に、お前は種族の枠組みなんて超えて、たくさんの奴を勇気づけられるんだ。お前の作戦で、数えきれねえ連中が死んだとしても。勇者をやめるなよ。
名乗ったなら最後まで進んでくれ。お前がすげえイケメンでバカなくらい生かすから私は嫁になってもいいなんて血迷ったことを言ってんだ。だから勇者として導いてくれよ。頼むぜ。言い忘れてたけど、その格好似合ってるぜ。物語の勇者様みたいで本当に惚れちまいそうだ。重圧、責任、そんなものとはもう縁を切ったつもりだったが、同族である彼女は何か感じたのかな。やっぱりもしくっついてしまったら尻に敷かれる気がするな、彼女には。